白熊くんのかき氷を作って食べたいと思います。で、氷がないので、ガリガリ君を入れたいと思います。回します。あたりはこんなに美味しそうなかき氷があります。じゃあ開けたいと思います。ちょうどね、アマゾンを見てたらタイムセールで安売りしてたんで、ついつい買っちゃったんですけど、最近ね、またすごく暑くなったんでね、かき氷お家でね、食べたいなと思って、買ってみました。はい、白壁くん面白い。パール金属、株式会社、新潟県、三条市にある会社ですね。そちらの方から、出ております、かき氷ですね。パール金属株式会社、こちらの商品は、製氷カップも、作っているみたいですね。そして、ジュースを凍らせて、削ればシャーベットも、できますということです。はい、ということで、ガリガリ君のね、ファミリーサイズの、アイスがねちょうどあったんで、これを使いたいんですけど、とりあえずね、アイス棒がついてるんで、それを外さないとね、ちょっとね入れられないんで、お、簡単に取れるね。そんなに簡単に取れちゃうの？もう、じゃあもう一本じゃやってみよう。簡単にできる。触っちゃダメだよ、メグ。メブだと意外に簡単に棒から外れるんだね。ちょっと溶けてた。ね、メブだとさ。じゃあこっちに投入したいと思います。はい。ガリガリ君できるかな。多分シャーベットになるのかな。はい。そしたら、じゃあお母さんこれセットしてみて。うん。まずね。そう。で、違う。この耳を持って、はい、締めます。そしたら。このね、上にね、あの、見えるかな？開けちゃう。ここにね、開ける、閉まるっていうのがあるんですけどね。閉まる。はい。閉まるをやると、このシャフトがね、この位置でキープされますね。はい。じゃあ、やってみましょう。はい。開けてる？どんどん。やってみて。うん。もっともっとこう、ケツケツ、そう、どんどん下下がってくるから、うん、もっと、回しない。お、来た、どんどん削って、来た。よし、来た。うん、来た。うん。よし。今、潰してるんだもん。よし、来た。はい。こんな感じで。はい。ちょっと出た。うん。ガリガリ君のシャーベットだね。手が疲れた。次はこっちだ。こっちの手だとやりやすい。疲れる。どう？楽しい。もう出ないかな。開けてみますね。うん、ちょっと開けてみて。ああ。やっぱり中の方で。うん、中でシャーベットになってますね。ちょっと溶けてたんかな、アイスが。うん、じゃあいっぱいぐるぐるやってみて。はい、ということで、ガリガリ君のシャーベットが、できましたね。ちょっともう溶けちゃいましたけど、はい、じゃあどうぞ。はい。どうですか？おいしい。いつものガリガリ君とどう？同じ？ちょっぴん変わらん。変わらんか。じゃあ
今日は、白熊くんのかき氷、今度ねまたシロップをちゃんとね、買って、この、指定表記ですね、こちらの方で氷を作って、ちゃんとね試して、もう一度ね、やってみたいと思います。今日はとりあえず終わります。以上です。おみちよー。